どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、 9月29日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ベイスターズと戦いましたが、結果3対5で敗れるということで、まあ今日のゲームいろんなことがありましたね。打線に関しては大山選手が3試合連発、まあ徐々にみんな上がってきてるかなという感じなんですが、青柳投手がまさかの7四死球、そして森下選手は涙を流す。 今日あった様々な流れ、岡田監督のコメントと合わせてご紹介していきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずはスタメンから見ていきましょう。1番センター近本選手、2番セカンド中野選手、3番ライト森下選手、4番ファースト大山選手、 5番サード佐藤選手、6番レフトノイジー選手、7番キャッチャー坂本選手、8番ショート木南選手、9番ピッチャー青柳投手と言うスため野手は2試合連続優勝時のメンバーですね。石田投手とは今シーズン5度目の対決になりますが、まず初回、近本選手センターフライ、中野選手セカンドゴロ、そして森下選手空振り三振で三者凡退。やはり今気になるのは森下選手の状態です。岡田監督もずっと森下選手の状態については言及してますが、こんだけ崩れ取ったら簡単には治らんと、ただ継続して起用することを示唆してますからね。 我々ファンとしても森下選手の復調を祈るのみ岡田監督も話してましたがチームに勢いをもたらしてくれる本当にいいところで一本出してくれる勝負強さがありますから引き続き森下選手の打席内容は注目したいポイントで一方先発青柳投手の立ち上がりベイスターズ戦は今シーズン7度目の先発シーズン全体8勝のうち5勝をマークしてます CS で当たるかもしれない相手なんでまずは自分の投球がしっかりできるようにその結果タイガース嫌だな青柳嫌だなと思ってくれればとこのようにコメント CS ローテを掴むためにも重要なマウンドです がまず初回1番林選手ショートファールフライ2番関根選手センターフライリズムよくツーアウトを覚えますが3番4番にフォアボールを与え1,2リリのピンチこの試合中野選手とサイターアンド争いしている4番牧選手を抑えると同時にその後ろを打つ5番宮崎選手大山選手と最高出塁率争いをしてますここはいろんな意味で踏ん張りたいところでしたがライトにタイムリー打たれ先制許してしまいましたうんやはり2つもフォアボール絡むとこうなっちゃいますね ベイスターズ戦は4番5番にやられすぎたと。岡田監督は常々話をしてますが、今日も宮崎選手に打たれる形になってしまったと。さあで先生許したタイガース、直近3試合は5得点ということで、得点力に苦しんでる現状。しかもタイムリーからかなり遠ざかってますから、タイガース打線らしい繋がりに期待したいところ。で、その中で今日もやってくれました大山祐介。 打った瞬間、確信の完璧弾。3試合連続の18号同点ソロ。いやー、秋の大山来ましたね。岡田監督が全然あかんと、厳しいコメントを出した翌日からこの爆発。うまく手綱を引けてると同時に、しっかり発奮してくれる大山選手もさすがです。いやー、今の勢いなら20発間に合うんじゃないかというペースになってきました。で、先ほどもお話した通り、今タイガースはなかなかタイムリーが出てません。しかも今日の一撃含め、今週上げた得点のほとんどが大山選手の一発。この勢いで後ろにつなげたいところで、続く佐藤選手がツーベース。 このままの状態を維持できれば、月間 MVP 濃厚ですよ。で、坂本選手のデッドボールも絡んで、木南選手の犠牲フライで勝ち越し成功。タイムリーではありませんでしたが、久々にホームラン以外で点が入りました。また木南選手が触れてきたのは大きなポイント。さあ、逆転してもらった直後の青柳投手。打席ではヒットも打って、流れを完全に引き寄せたイニング。しかし先頭、7番山本選手にフォアボール。さらにワンアウトから9番石田投手にデッドボール。いやー、これはヒヤッとしました。変化球が思いっきり引っか,かかって顔面付近へ。ギリギリ石田投手が避けてくれたんで直撃は避け ましたが左肘のユニフォームにかすった形これもし左肘に当たってたら利き腕でとんでもないことになってましたからねそして1番関根選手にもフォアボールでツーアウト満塁まあなんとかこのピンチは踏ん張ったものの2回終了時点で5四死,死球という内容ただその中で3回はタイトル争い繰り広げる牧選手宮崎選手をリズムを抑えツーアウトから楠本選手にツーベース許すも後続を抑えて無失点3回を投げて球数73球かなり球数は多くなってますがなんとか1失点で切り抜ける特に直近2年間はコントロールで苦しむ ことはほとんどなかったんですが、やはり今シーズンは左バッターに対してのコントロール、かなり外に大きく外れてしまう。ボールが増えてくると、どうしても張られてしまうことが多くなってきます。さあ、で、試合は中盤戦突入、青柳投手を援護するためにも次の1点が欲しい。展開4回先頭佐藤選手が2。打席連続2。ベースでチャンスメイク。いやーミスショットが格段に減りましたね。流して引っ張って打球方向を見ても調子の良さがうかがえるで、先ほどと同じくノイジー選手が結果進塁達成なり、坂本選手の犠牲フライで貴重な追加点、今シーズンのタイガースは犠牲フライも多いんですよ。 今日の試合が始まる前の時点で44個。2位のスワローズが33個ですから、10個以上の差がある。で、その中で今日2つ出ましたからね。1個ずつランナー進めて着実に返す、タイガースらしい攻撃を展開できてます。で、その裏の青柳投手、追加点をもらってリズムよく行きたいところですが、岡田監督の不機嫌オーラ、頂点に達します。先頭桑原選手にフォアボール。で、ワンアウト奪うも県制大暴頭。そして1番林選手にもフォアボール、プラス大ワイルドピッチ。からの2番関根選手にタイムリー、さらには3番佐野選手に犠牲フライで、 同点に追いつかれてししままいましたいたやー、ベンチの岡田監督、とんでもないぐらい怖い顔してましたね。まあ普通なら正直交代です。ただ岡田監督からすれば、こんな場面でマウンド上がる中継ぎかわいそうやんかって感じでしょうかね。で、その後も牧選手に打たれ、宮崎選手にタイムリー打たれ、4失点。 4回を投げて、球数110球、7四死球、牽制冒頭からのワイルドピッチ、巻選手に打たれる、宮崎選手にも打たれる、言葉を選ばず言うのであれば、岡田監督がぶち切れてしまうフルコンボになってしまったと、岡田監督は青柳投手に対し期待してました。前回登板終了後、もう青柳の登板はええやらと、 このように話をしていたにもかかわらず、今日先発したことがそれを物語ってます。で、今日解説の槙原さんが話をしてました。岡田監督は相手次第だけど、CS、そしてその先の日本シリーズでも使うつもりでいると、厳しいコメントを出し続けても、誰よりも近年実績があった選手、だからこそ最後まで背中を押し続けましたが、誰が見てもわかる、厳しい内容になってしまったと。で、その後のタイガース、5回に3連打でノーアウト満塁のチャンスを作りました。しかし満塁一発目のバッター、森下選手が三振、ベンチに下がると悔しさからでしょう、思わず涙がこぼります。 どれだけいい場面で打ってくれたどれだけ優勝に貢献してくれたいっぱい悩んでいっぱい苦労して大きな選手に育ってください僕は涙を流した森下選手はもちろんすぐ隣に行って声をかけた佐藤選手の姿にグッときましたよネクストで自分の準備もしなきゃいけない相手ピッチャーのデータも頭に入れなきゃいけない結果この回無得点でしたがタイガースがまた未来に向けて強くなる僕はそんな一幕を見れた気がしましたで6回はワンアウトから坂本選手がヒットを放つも木浪選手がダブルプレーで無得点やはりなかなかタイムリーが出ない状況が続くそして7回も ワンナウトからチャンスメイク。近本選手が内野ンダで出塁し、今シーズン28個目の盗塁成功。さあ、タイムリーチャンス到来でしたが、後続倒れ無得点で8回もワンナウトから佐藤選手が猛打賞となる。レフト前でここで佐藤選手がいいスタートを切ったんですが、盗塁アウトまあ個人的にはいい作戦だったと思いましたけどね。ただドンピシャのところにボールが来てしまい、そこからまたチャンスを広げ。でも結果無得点で。この裏ブルー投手がフォアボールから1点失ってしまい、ラスト9回は近本選手が猛打賞となる。センター前からチャンスを作りましたが、代々伊原選手ダブルプレー。 今日もタタイイムリーが出ずタイガースは敗戦といいう形になってしまいましままたで、岡田監督は試合終了後、まず青柳投手について問われると、4回で100球やもんな。びっくりするわ。デベイスターズに相性が良かったと、このようについて問われると、それで投げさせたんやけどな。まあそらああなるわ。もう自滅やんか。何個出したんフォアボール。まあデッドボールで7個ぐらいか。そらまあ100球行くよなと、このようにコメント。まあ青柳投手が投げてる時の岡田監督の顔をめちゃくちゃ険しかったですからね。まあ岡田監督は常々、青柳投手に対しては厳しいコメント出してはいたん ですけれどもまあ、それでも今日の登板があったということは、まあ、CS に向けてのラスト登板、まあ、テスト的な意味合いもね、えー、今日の登板にはあったとは思うんですけれども、まあ、結果的に厳しい内容になってしまった、もうタイガースのローテ争い、めちゃくちゃ激しいですからね、また CS の最新プランというところに関しては、ベッド動画ができればな、というふうには思ってますけれども、今後、青木投手の起用はどうなっていくか、そして森下選手について岡田監督問われると、あかんやろ、そらな、自分でどうしようかな、思ってるけど、今日のバッティングでもありやもんな、ストライク1球も振らず、振ったら みんなボールそんなもんお前お客さんに見せられへんよはっきり言うてそんな姿なそれはお前自分やねんから自分で崩れていってるんやからボール玉振ってずっと同じことの繰り返しやろこっちは何回も今まで手助けしたりいろんなことやったけど前も言うたやんか自分でわからんとあかん 自分でわかるやろ。あんだけボール振ってて、ストライクは全部見送り、振ってるのは全部ボール玉絵で、あんな姿見せられへん。お金払うと球場を着ててあの姿は、そらあかんわ。打席で自分一人になった時に備えして振るんやから、それはもうどうしようもないよと、このようにコメント。さあ、岡田監督、森下選手の継続起用というのは、今日の試合前までね、えー、コメントを出していましたが、このコメントから残り3試合、どういう起用になっていくか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、本日9月の29日に行われた、ベイスターズとの 25回戦についてお話をされていただきました結果は3対5で敗れるということでタイガースは接戦落とし2連敗で対ベイスターズは5連敗という形になってしまいましたで今日ベイスターズが勝利したことによってベイスターズの CS 進出が確定ですのでカープ vs ベイスターズこの勝者が、まあ、タイガースとクライマックスファイナルステージでぶつかるという形になりますでその中でもベイスターズ戦今シーズン終了ですからね、まあ、5連敗じめでしかもタイガースは甲子園でベイスターズに対して連敗が続いているということで で、まちょっと嫌な終わり方にはなってしまったんですが、まその中で、青柳投手の投球内容で、森下選手の今後というのは注目したい部分。まレギュラーシーズンは残り3試合。ま CS に向けてはフェニックスリーグもありますが、公式戦の緊張感というのは、もう残り3試合で一旦終わりという形になるんで、それぞれの選手の状態、しっかり上げていってもらいたいところ。で、そういった中で、明日のゲーム、先発、門別投手です。門別投手は前回もカープ戦でしたが、プロ初登板、ま3回3失点という結果。ただ、岡田監督は期待感をね、コメントに出していて、 そら、空期待感よ。最低でも5回は投げさせると、このようにコメント。で、門別投手も明日の登板に向けて、以前の登板は相手の応援がすごかった。その応援で盛り上がって、打線が繋がった印象がある。その応援だったり、打線を封じ込められるようなピッチングがしたいと、このようにコメント。球団高卒ルーキーが初先発、初勝利なら、1983年以来40年ぶり。そして左ピッチャーでは初めての快挙になるということで、まあ、これも早々にね、まあ、リーグ優勝を決めることができたからこその特権。紋別投手にチャンスが巡ってきた。そして紋別投手自身もしっかりた。 結果を出しししててていいるるるかかかかららここそののの流れれですからねさああ別投手がどううう姿を見せてくれるかで打線の援護はあるかこの点に注目していきましょう皆さんは今日のゲーム、どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万8000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が鍵になってます。 次は見せ。チャンネル登録者4 9000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。で、また次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。レギュラーシーズンは残り3試合。まずは明日の門別投手、どういうピッチング見せてくれるか注目していきましょう。で、また。